吉さんお疲れ様ですあの久保さんだからできるんでしょって言葉は何回も私も聞きましたし吉田さんだからできるんでしょっていうのも散々パラ言われたと思うんですよだからこそじゃああなたにしかできないことをやったらっていうふうにね私も答えるようにしてるんですよ私は私に身しかできないことをやってるからオリジナリティがあるといが聴くことをやってるんじゃないですよと誰もができることをやってるんじゃないですよと 久保哲郎という人間だからこそ、今この瞬間だからこそできることをお話している。っていうことなんですよね。じゃあそれをですね、今度、コンサルを、うん、昨日させてもらったんですけどね。その方に言ったのは、その方はね、60代の後半の方なんですよ、ね。もう若くないと。これから始めて何になるんだと。ネタはないと。どうすればいいんですか。特に特徴もないし、これといった実績もありません私にしかできないことって何ですかね。 って聞かれたんで、私はね、即答したわけですよ。その人は60代後半ですから、ね、今いろいろお話しくださいましたけども、それは60の後半になってのあなたの後悔ですかと。やり残したこと、やらなかったことがたくさんあって、もうこんなはずじゃなかったってことですよね。辛いことを言うようですけども、こんな俺になるなっていうコンテンツはあなたにしかできませんよってことを話しました、ね。そしたらその方は、あ、なるほど。 すごいこんな自分でも役に立てるんですねってことを言われたんですよ初めて前向きな言葉で帰ってきましたで私はさらに続きました60代までにやっておかなければならないことが多分100個や200個あなたは出るでしょう、ね、噛みしめたその今の思いとともにこれをやんなかったから自分はほんとこんな60代後半になってしまったんだっていう本気で後悔してるじゃないですかだとしたら 60代までにやっておくことっていうのを考えられる限りアウトプットすることによって30代40代50代の方が「なるほどね」とこれをやっておかなければこの人みたいになっちゃうんだこの人みたいに反省しなくちゃいけないんだ後悔しても取り戻しがつかないんだってことに気付くと思うんですよ。と同時に同じ年代の方は「分かるわその気持ちいい」みたいな感じで共感を呼ぶと思うんですよ。ここれはあなななたにしかかでできないいとじゃないですか で辛いこと言うようですけどもここに目を向けて「俺みたいになるな」みたいなねメッセージを出すことによってあなたはアクセスを集めて信用を集めて信頼されてそしてお金も集まってくるっていう図は私には見えるんですけどもどうでしょうか私の立場からできない放送ですあなたにしかできませんよっていうことをねコン,コンとお話しました話していくとその方はそう30代の時にねいろんなことを言い訳にして 自分はででききるるつもりでややべきことをやらなかったと。あれも投げ出したこれも投げ出した常にその職場のせいにしたり家庭のせいにしたり幼い頃の育ちのせいにして結局はその瞬間はかっこつけたつもりだったんだけども今思えばあんなかっこつけるんじゃなくてねもう正直に話した方が楽だったとそれは当時も思ってたんだっていうことはね、まあ、話してくれたんですよ。 で私も結構胸を打つ内容だったんでちょっとねあの涙がにじんだとこもあったんですけどもでも正直なことこだと思うんですよ60代後半もうこれからの人生そんなに長くないいつか一花咲かせようと思ってついに咲かのもここまで来てしまった気がついたら咲くどころか枯れている自分がいたということでねでもうさすがにこんなになってしまったら自分にしかできないことはないだろうっていう形で私のところに来てくれたんですけどもあなたにしかできないことはその 後悔だとそれをもう繰り返させないために赤裸々に告白することによってねきっと40代の方50代の方が私は今こんな状況ですけどもどういうふうにしたらこれから自分のことを見つめ直せるでしょうかっていうふうな質問が来るんじゃないですかそれに対してきっちりと答えてあげて私は40代の頃ねこれから逃げてしまったんでその後五50代もおかしくなったし60代今こうなんですよだからあなたに言うけども 苦しいかもしれないし恥ずかしいかもしれないけども40代のあなただから今この瞬間だからそれができるんだと、うん、だから50代になったらそのチャンスすらないと恥をかくそんなねそんなチャンスすらないんだよとだから今しっかり恥をかいときなさいしかもそれは恥ずかしいことでも何でもないと本気で取り組むことが恥ずかしいことなんては絶対ないともしそれが恥ずかしいことだと指をさす人がいるんだったらそういう人がおかしいとそういう人こそ恥ずかしいんだよっていうふうにねその方は ううかと思うっていうふうに私の前でねあの私を恨んづきながらねいいじゃないですかそういうの、ね、だから60代後半になった自分自身を見つめてこうなるなよってメッセージも大切な教訓ですよコンテンツですよ世の中にはうまくいった人の自慢話が溢れていてそれに群がってね うまくいくい成功法則を聞きたがる人とかそれにお金を払う人でワンサと言いますけどもむしろねどこまで行っても失敗体験とか失敗法則しか出してこない人の方が私は非常に大切なんじゃないかなと思うんですよ若い人のために自分の失敗を繰り返さないように立派な先生になれるんじゃないですかというふうにお話し,しましたね、まあ、その方がそのやり取りの後ね本当にそれを始めてくれるのかどうかは分かりません やっぱりプライドを捨ててねもう立ち向かっていくっていうかねさらけ出していけたらこれはうまくいきますでもいやでもね身の回りの人に知られたくないしなとかねこんな惨めな姿をお金に変えるところなんてなんかよくないんじゃないかなみたいな感じで考えてしまえばこの人は本当に最後まであの時やっておけばよかったが続くでしょうねもうすぐ70になるその方ねあと何年かしたら70過ぎますよやっぱり60代のうちにやっときゃよかったみたいな だっっってて同じこととをね、ずーっと言ってるんですよ。40の時には30代でやっておけばよかった50になったら40代でやっておけばよかった60を過ぎたらいや50代の時にやっておけばよかったと、ね、過ぎた時間を後悔に使うんではなくてやってしまいましょうということがね今回のメッセージです、ね、60代後半の方もしくは70代の方あなたにしかできないことは必ずありますよでそれは多くの人の人 心を突き動かしてくれるはずですあとはアクションを起こすだけねこの億万長者リターンズのシリーズもあと数話で終わってしまいますもうね詰め込むだけ詰め込みましたそして終わったかと思ったら新たなの始まり新しいシリーズが始まります億万長者合宿シリーズ新作もぜひご期待くださいそれではいってらっしゃい